皆さんはじめまして、群馬県のプレイズリポーターの小島キリスト教会牧師の市川光雄です。今回は富岡キリスト教会のリポートをいたします。皆さんご存知のように、富岡の製糸場が世界遺産に登録されて、日曜日になると教会近くの町の駐車場には観光バスが10台、十数台というふうにですね、いっぱいになっていて、そこから教会から400メートルくらいの製糸場に向かって、人々がぞろ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 ですね、こう歩いていく姿が見受けられます。さて、富岡キリスト教会ですが、私たち福音伝道教団の富岡の開拓伝道は1966年の7月から始まっているんですけれども、でその後数名の先生方がですね、交代で奉仕をされたんですけども、40年以上にもわたって奉仕をされた臼田信興先生が健康の理由でですね、奉仕ができなくなってしまって、教団の第三種教会としての富岡教会を閉鎖しなければならないという、でそういう状態になってしまいました。でそういう中で、嵐山チャペルの牧師の植木武先生、信子先生ご夫妻、そして藤岡キリスト教会の小林幸子先生と、小島キリスト教会の私市川でですね、また私の家内とですね、5人で、なんとかこの教会を継続したいということでお祈りが始まりました。でそういう中で、植木先生の奥様の信子先生のご実家がですね、大きな商家だったんですね。そして広い屋敷があってですね、そこに貸し店舗であった建物が残っているということに気がつきまして、これが使えないだろうかというふうなことになりました。そしてその貸し店舗をですね、改修をして、教会としてスタートしたということになります。幸い昨年の秋にはですね、神を愛なりという御言葉をガラス戸に貼ったんですけれども、それを見てですね、子供の頃ミッションスクールで学ばれたという年配の奥様がですね、教会に訪ねてくださって、秋にはイエス様を信じますという信仰の告白をしてくださいました。少しずつですね、集会が始められて、今はそちらで見える方々は3、4名ですけれども、教会からですね、数名の方と一緒にお伺いをしながら伝道しています。日替わり昼食とか日替わり弁のお弁当というのありますけども、週替わり説教をですね、牧師が交代をして担当しているというやり方でなされています。それぞれ牧師が交代でですね、日曜日の午後に出かけていって集会が持たれています。毎週日曜日午後3時30分からですね、第一日曜日は植木武牧師が聖書が教える人生問題ということで、苦しみの原因や解決を聖書から学びます。第二日曜日は私市川光雄の担当ですが、これバイブルクラス的な形でですね、英語で賛美をしたり、英語の聖書を読んだりしながら、その御言葉の意味を考えたりしています。第3、第5日曜日は、藤岡キリスト教会の小林幸子先生の担当で、人生は出会いからと題して、神を知り人生が変えられた人たちから学んでいます。第4日曜日は、植木信子先生が、牧師夫人ですが、担当してくださって、賛美歌を歌いましょうということで、賛美歌は私たちを慰め、励まし、希望や勇気を与えます。こういうことで、その週替わりでですね、それぞれ特徴のある集会が持たれています。どうぞ富岡のですね、伝道のために皆様に覚えてお祈りいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。群馬県小島キリスト教会の牧師市川光雄がリポートさせていただきました。ありがとうございました。